ダラグレース・トーレスは、アメリカ・カリフォルニア州出身の女子競泳選手。専門は短距離の自由型とバタフライ。身長183センチ、体重65キロ。1984年ロサンゼルスオリンピック、1988年、ソウルオリンピック、1992年のバルセロナオリンピックのリレー種目で、金メダルを獲得。 1992年に現役を引退しモデルやキャスターなどの活動を始めた。1994年にはスポーツイラストレーテッドでスーパーモデルと一緒に水着特集に登場した。1999年シドニーオリンピックの出場を目指して7年ぶりに現役復帰をし、33歳で4度目の五輪に出場、金メダル2個と銅メダル3個を獲得する。 その後再び現役を引退し、2006年に長女を出産した。主に現役を退いた選手が出場するマスターズに出場したがそこで現役トップクラスのタイムをマークしたことから2007年に40歳で現役復帰。全米選手権の100メートル自由型と50メートル自由型に優勝し、衝撃の復活を果たす。 2008年北京オリンピックの代表選考会でも100メートル自由型と50メートル自由型に優勝し、41歳で米国競泳初の5度目の代表となった。北京五輪では100メートル自由型の出場を辞退し、個人種目は50メートル自由型に専念した。 24秒07の米国新を出したが金メダルのブリッタ・シュテフェンに0.01秒及ばず銀メダルを獲得した。リレー2種目と合わせて3個の銀メダルを獲得し、通算のメダル数が12個となり、ジェニー・トンプソンと並んで、米国競泳女子最多になった。2009年に、自伝、エイジーズ・ジャスト、A ナンバーを出した。ありがとうございます。